市内半島にある、聖教会の修道院、聖カタリナ修道院にある、アルジの剣栄祭りのモザイクイコン。光り輝くイースス・ハリストスのほか、二人の預言者、三人の弟子たちが描かれている。主の剣栄祭りのイコン。アンドレール・ルブリオフによる。主の剣栄祭とは、イースス・ハリストスが高い山に、使と三人を伴って登り、 旧約の預言者であるモーセとエリアと語り合いながら白く光り輝く姿を人たちに示したと福音書に記された出来事を記憶する聖教会の祭り聖教会の十二大祭りの一つである県境祭、種の変容祭、変容祭とも呼ばれる日本ハリストス聖教会発行の聖教会歴には出身我が救世主イース・ハリストスの聖なる県 栄え祭と記されている。この出来事は、多教派においても記憶されている。タボルさんの現在の姿。聖教会の祭りについての説明をする本校では、聖教会の伝承にのっとり説明する。本節以降は、原則として、固有名詞の転写も日本聖教会で用いられるものに、準拠する。聖書には、山の名についての記述はないが、聖教会では、 ファボルさんと伝承されている。福音書に記されている通り、イースス・ハリストスは使徒である三人、ペトル、ヨアン、イアコフを伴って高い山に登り、そこで預言者、モイセと預言者イリアと語り合いながら光り輝く姿を使徒たちに示した。イーススと預言者とは、これからイーススがエルサレムで受ける苦難と臨終について語り合っていた。ペトルはこれを見て驚き、イスに イーススと預言者のためによを三つ立てることを申し出た。その時輝く雲が現れ、雲の中から声が聞こえた。これは、私の愛する子、最も喜びとしている子である。彼の話をよく聞きなさい。人たちはこれを聞いて、大いに恐れてひれ伏した。主は彼らの体に手を置いて、立ちなさい。恐れることはないと言われた。人たちが顔を上げると、 普段の姿のイーススがいるだけであった。使徒たちが山を下るとき、イーススは私が死から復活するまで今見たことを人に話してはならない。と命じた。イーススの変容ヒョードルイーバノビチヨルダン。遺婚ではないが、主の県境祭りに題材を取った絵画である。一連の出来事は以下のような意義が示されていると教会では教えられている。 県栄祭りは、ユリウス歴を使用する、聖教会では8月19日、修正ユリウス歴を使用する、聖教会では8月6日に祝われる。世界中に、県栄祭りを記憶する、聖教会の聖堂及び修道院がある。木地島にあるものやメテオラにあるものなど、世界遺産となっているものもある。日本にも、県栄祭りを記憶する聖堂は、複数ある。 ロシア語から転写して、プレオブラジェンスキー大聖堂などの表記が行われることもあるが、これは、ロシア正教会の聖堂の名称に使うことは、誤りではないものの、ロシア語名であるため、ロシア正教会以外の聖堂に使うことは、不適切である。プレオブラジェンスキー大聖堂も日本語に訳せば、県境大聖堂である。ギリシャ語から転写して、メタモルフォシス修道院。 メタモルフォシス聖堂などの表記が行われることもあるが、これはギリシャ聖教会、キプロス聖教会などのギリシャ系の修道院、聖堂の名称に使うことは誤りではないものの、ギリシャ語名であるため、ギリシャ系聖教会以外の聖堂に使うことは不適切である。メタモルフォシス修道院も日本語に訳せば、県境修道院もしくは変容修道院である。 主の県境祭での聖清のために用意された果物県境祭りにおいて果物の初物が聖清される。これはすべてのものは皆神が作るのであり感謝してこれを利用すべきであることを忘れないためであるとされる。主にブドウが持ち寄られるがブドウに限定されず様々な果物が信徒によって聖堂に持ち寄られ生成式が行われる。ありがとうございます。